はい、疲れましたね。ですね、まあね、話すこととか特に決めてないんですけど、動画撮ろうか迷いました。だけど撮りてます。いや、撮ってるから映ってんだけど、ライティングいつもしてたんだけどやめます。これからもうライティングなしでこういう感じで撮っていきます。で、ちょっと今小腹空いたんで、お好み焼き、完全飯のお好み焼き食いたいと思います。美味しく栄養バランス、豚イカ玉お好み焼き。はい、お好み焼き。え、まあね、最近食いすぎてるんでね、うん、食うなって話なんですけど、この前になんか食べてた、ね、やばいよ、本当に。今日外食もしてるからさ、一回使ってた。このゲームいつ楽しめるんじゃ、本当に。まあ、今日会社で面白いことを言ってる人がいて、それが面白くてそれを話したいと思うんですけど、スタジオマリオでちびっ子たちの撮影してる時間があったんですよ。まあ僕じゃないんですけどね、他のスタッフたちが。スタジオマリオって言っちゃったよ。まあいいんだけど、そこでね、泣いてる、うるさくしてる、泣いてるのかうるさくしてるのかちょっと覚えてないんですけど、男の子がいてね、そこでちょっと離れた位置で店長がちょっと殴ってくるって言って、いや、その発言がは、まあ、すごい、まあ、冗談だよ、冗談で言ってんだけど面白くて、それ今の時代ガチでやったらもうこの店ならず、その人だけじゃなく、その店なんだ、会社全体がニュースになるだろう。社長謝罪するレベルだなって想像したら面白くてずっと笑っちゃったんですよね、っていうくだらない話。最近は何でもバズるやん。何でもじゃないんだけど、しつけだって言って手出したら完全アウトやん。しかもましてやさ、店の人がだよ、客に対して。やばいよね。ちなみに僕の家には皿がないんで、丼にお好み焼きを入れるっていう、なんともお粗末な感じになっちゃうんですけど、許してください。うわ、なんかマヨネーズ、マヨソースって書いてある。これマヨネーズじゃねえ、これ聞いたことあるぞ。マヨネーズとマヨソースは違えって。まあ僕はそういうの気にしないんで敏感になっておきながら気にしないといい。あー、味違うね。あ、違うわ。僕の弟がね、よくね、お好み焼き買って食うんすよ。大阪人かっていうぐらい食うんすけど、なんかそれ見てるとね、僕も食いたくなっちゃってね、買ってきました。そんなちげえかなみたいな。キャベツが違うんだ。だそうです。キャベツが違うんだ。お好み焼きはキャベツが命みたいです。ソースめんどくせえな、やっぱ。キャベツが入ってないのはだめだ。はあ。もんじゃも入ってるよね。もんじゃはちぎれた麺が入ってる。入ってないつもり。もんじゃ。さすが大阪人。俺の持論だが、やっぱ職場で面白いこと言ってくれる人いるっていうのいいよね。さすがに殴ってくるは面白かった。絶対やっちゃいけないやつじゃん。
マジドン引きするレベルで子供黙ると思うんだけど。セドネラソース濃いな、うん、そんな写真館行きたくないや絶対笑顔になれない、笑顔が引きずって写真になっちゃって。うん、ちょっともうちょい温めてくるわ。そしてなんかソースが濃いな。それ一つで、これ一袋 何枚？1万、うん、今パッと食った感じうまいけどね。いや野菜成分少ないかもしれない、なんかドロッとしたのが多かった。あ、だけど具材はなんか イカかな、これイカの食感とかあった。うん、完全飯、完全飯だけ食っていく生活とかね、結構ね憧れるけどね。結構高いんだよねこれね、いくらか覚えてないんだけど。完全飯シリーズ高いんだよな。昨日ね、まあ、今日なんだけど、ずっと深夜にアニメ見てて、全部12話見終わったんだけど、2倍速にしてね。即死チートがどうたらこうたらって作品だったんだけど、主人公がその即死能力を持ってて、呪いなのかな、ちょっとそこ判明してないんですけど、死ねって言ったらとりあえず死ぬんだよね。なんかそのスピーディーな戦闘見たことなんかあまりないなと思って。なんか最強系主人公とかって結構いるやん、最強系キャラとか。で、なんか、なんだ、あだこうだして倒すやん。最強なんだけど。一応見せ場っていうのかな。で、その即死なんとかのやつはもうすぐ終わる、ほんとに。なんか命が軽い。各キャラの。で、それ見てて思ったのは、これなんか不快に思う人たちもいそうだなって思ったんだけど、まあ、そんなやつらはどうでもいいんだけど、実際全く関係ないこと言うんだけど、自分の命を軽く見てる人は他人の命も軽く見るっていう傾向あるんじゃないかなって思いました、その作品見て。設定が小学生、なんなんだろうね、あれね、本当にすごいがゆえに思いつきました。小学生なら解けるこの問題軽減、うん、そのうまいよ、うまかった。これすごい、見てこんな世界線あったり、ファンが涙するやつやん。うん、まあうまいよ。今日俺お好み焼きはね、お好み焼きで嫌で食うのが結構好きなんだよね。今日自分でお好み焼き作るの好きじゃないから、あの店の人にやってもらいたいんだよね。やってもらうでしょ。いや自分でやらせるところあるやん。即死なんとかってやつはまあ2倍速でも12話一気に見れたんで、まあ、つまんなくはないかなって感じだったな。ジャンプがサーバー落ちしております。ああいう倫理観の人たち結構いるのかなって疑問に思った。とその作品に出てくる、ほんと命を軽く見てんだよねあいつら。ワンピースだ。
残しすぎ。お好み焼きマスター思った以上に。結構分厚さありますね。オートミールでお好み焼き作るレベルの人だからね。大好きじゃん。悪くない。あ、もう悪くないって。マヨネーズはしない。え、これより味濃くしないの？そうだろ。まあ話すことマジないんだよな。なんかあるかな、他に。じゃあブルーロックの話をするか。オーケー。ボス、あのブルーロック見に行ってきました。公開日初日。何も知らない俺から先に言っていい？いいよ、エピソードなぎどうぞ。まあ俺はブルーロックを全然知識なしで見に行った初見からの感想は、初見にも優しく演出脚本がなされてたからなんとなくは分かったけど、まあ、人によっては映画初見でアニメや漫画見たくなる人いるかもしれない。俺はそうではなかった。2割ぐらいの方です。8割はあ見てってなり。なんか映画館行って初めて映画長って感じたから、いつ終わるみたいな、もう終わっちゃうのっていうのが大体映画館でね行った時の、もうおしまいかエンディングかってなるけど、何回ももう終わらせていいでしょっていうパターンがあんのにまだ盛り上がる。このエゴシンパチ、ジンパチのことどう思ったんだっけ？何に似てると思ったんだっけ？あの、進撃の巨人の、うん、エレンの信者、女の名前みたいな、うん、で、あとこのね、バーやね、トルディック家の羊がおりましたね。出てきた瞬間、俺と一緒笑っちゃったもんね。ニコニコしちゃったもん。他の人たちも絶対分かってる。ザワザワしてた。いや、あのザワザワってどうなんだろう。ハンターハンターじゃんっていうザワザワなのか、ちょっとあの前ごつくないって意味のザワザワなのか、ちょっと分かんないよ、そこは。あと、なめおかりょうっていうすごい名前のやつもいた。あの、最初に死んだやつ。最初に死んだやつ。キムラスワル。あ、そう。まあ、名前みんなすごいんだけどね。レオとナギとバイヤーとチョキしか覚えられないもんね。トキ？チョキ。チョキね。サボテンね。残鉄ね。まああれだよ、王道だよね。やっぱサッカーに興味ない。なんか何事も無関心なやつがサッカーでなんか心が動かされて興味を持ち出し始めるっていう応答だったね。呂布カルマ、うま書いたのこれらしいよ。本当に同じ名前するじゃなくて高木さんだってこれ。誰？あのからかい上手の高木さんのバローだって。いや分かってんね、高木さんの作者。俺もさバロー好きなの。いやバローだよな。武井壮は書いてなかった。あ、武井壮さんのイラストあった。勝手に追加されてる。やっぱさ、こう言ってんのこの人も可愛いんだよね。うん、何見えてない。この人しかいない、むしろ女性キャラ。
まあ僕は話すことないですいやまあちゃんとアニメ見てる人が話す、いやあれですよ、その知らない日でもう知ってるじゃん展開を、アニメで総集編だったらしいね、うん、それのなんか凪さん視点じゃん、だからね、あまりなんかまあ、凪さん好きにとってはすごい面白いと思う。けどね、俺はバロー好きだから、バロー視点だったらめっちゃ面白かったかもしれないね。まあ、絶対ないんだけど。あれ主人公は凪じゃなくて潔雄一ね、うん、そいつは努力家系なの、どっちかというと。それとは潜在能力的な、まあ、努力家系でもある。いやまあ天才ではない、個人の力ないからみんなで頑張ろうスタイルだから、まあそう、いや分析力だね、分析力とダイレクトシュートで頑張ろうとしてるね。だからまあ敵の配置と自分の配置をすごいなんか見れるみたいな。及川さんねはいあの日向翔陽ね、サッカー作品で他に言うんだったら青足の主人公みたいな感じだね。もう流行りなのかな、もしかして。青足とブルーロックって違う？違うね。青足なんでしょ、ね、あれでしょ、フォルテッシモの人でしょ。フォルテッシモの人、一冊タクティス、タクティスくれたかね、そんな感じの。それ振動タクトじゃないのそう、そんな感じじゃん。青足、ほーん、あれみたい、あの、めぐみの大悟。あー、わからんわからんのかーい。まあ、結構サッカー作品見てるんだけど、青足っぽい感じだよ、潔雄一の能力は。で、アニメでは敵なんでしょ、いや、な、まあ、敵だけど、まあ、まあ、あれは仲間なんていないから、あの、エゴの世界では。まあ、まあ、だけど、ほぼ仲間って、ずっと。ほぼ。機動的な立ち位置ね。最初、敵で出てきたけど。あ、まあ、そうだね。そうそうそう、そう。で、最初、潔雄一と、食ったな。よく食ったな。お腹減ってきました。潔雄一との、とのチーム？チーム Z とチーム X だっけ？の対決で敵だったけど、二人ともカメラからいなくて終わってる。いや、その凪にサッカーの面白さを教えた潔雄一みたいな、だから潔雄一と組むみたいな。おいおいおい、俺と組むって約束したじゃねえかみたいな。レオ的なね、嫉妬のレオ、うん。わけがわかんないんだけど。ポン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 。まったく下手くそだな。はい、いなくなりましたと。ヒットでハンティングを持つと。あれじゃねえかよ何が楽し2個あったえ、ダンボールの外だった。ああ、それはわからんわ俺はダンボールに落ちたものだと思って拾いましたから、中だったらね。まあブルーロック面白かったよって話です。サッカーやりたくなっちゃいましたね。次の話ないかな。明日からね、僕の弟が15時から出勤っていうことになってね、心境はっていた感じなんですけど、で、23時まで働くらしいんですけど、やっと夜だ、夜の方がいいよね以上、朝起きたくね。それはある。電車決め、人いっぱいだ。あ
じゃあ楽になるよね、そう考えたらね、うん、だいぶね。はい。お母さん、おばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、妹、犬、これを見てくれてるみんな、俺ら元気にしてるよ。じゃあねー。雑。いやマジさ、あれやるじゃん、料理、料理移して今月の手取りが15万であれやるしかない。次は次回期待。